ナボポラッサルは、新バビロニアの建国者にして、新アッシリア帝国滅亡の立役者である。セム系アラム人とされる。アッシリア主配下にあったバビロニア南部の属州総督だった。紀元前627年頃に、アッシリア王アッシュールバニッパルが没すると、アッシリア帝国内には、政治的に不安定な状況が生まれた。この感激をついて、 紀元前625年に反乱を起こし、バビロンに入城して、アッシリアからの独立とバビロン王を宣言。紀元前616年までに、ナボポラッサルはバビロニア地方のすべての地域を支配下に収めた。紀元前616年頃からバビロニア北部へ勢力を拡大。アッシリア帝国とエジプト王国の同盟に対抗するため、 ナボポラッサルはメディア国の旧アクサレス王と同盟を結ぶ。紀元前615年までに彼はニップルを占領。その後、アッシュールを包囲するメディア軍を支援するため彼は軍を率いて進んだがバビロニア軍が到着する前にアッシュールは陥落してしまった。内部の争いと無能な統制によりアッシュリアは弱体化していた。紀元前612年。 ニネベを略奪するために集結したバビロニア軍とメディア軍の連合軍に対抗する力はもはやアッシリアには残されていなかった。長期の包囲戦の末、連合軍は都市を制圧。ニネベ陥落の際、アッシリアをシンシャルイシクはおそらく死亡したものと思われる。シンシャルイシクの兄弟だったかもしれないアッシュール・ウバリト2世は残党を率いて波乱へと逃れていった。だが、 アッシリアの完全な滅亡を目指す新バビロニア国、メディア国の連合軍は追撃の手を緩めなかった。その翌年、バビロニア軍はハルダーン周辺地域で略奪を行い、紀元前610年、包囲戦の末、ハラーンを陥落させた。詳細は半然としないが、アッシュール・ウバリと二世はこの戦いにおいて死亡したと、される。紀元前609年の春、エジプトの猫二世は、 アッシリア軍を援護するため、かなりの規模の軍を率いてきた。大軍の戦闘は主に傭兵からなっていた。陸軍の動きに合わせて、地中海上を進む艦隊で陸軍を擁護しながら、猫は沿岸の海の道を通って、シリア地方へ入った。彼は、イズレール平野の南に連なる丘の尾根を越えていこうとしたが、彼の進路をユダの軍が遮っていた。ユダの王ヨシュアは、 バビロニア軍の援護を受けつつ、猫の進軍をメギドで食い止めようとしたが、激しい戦闘が起こり、ヨシュアは殺された。猫は進軍を続け、アッシュル・ウバリトの軍と合流し、彼らはユーフラテス川を渡って、ハラーンを包囲した。ハラーンの奪還に失敗すると、彼らはシリア北部へ退却した。紀元前605年、ナボポラッサルの息子、 皇太子ネブカドネザルは猫及びアッシリアの残存軍とカルケミシュで戦った。紀元前605年に退位して数ヶ月のうちにナボポラッサルは53歳でその死を迎えた。自然死であったと思われる。ネブカドネザルは王としての地位を固めるべくバビロンへと急いだ。後を継いだネブカドネザルはエジプト軍を撃退し、 新バビロニア帝国の最盛期を築くことになるのである。ナボポラッサルの知性において各種の建設事業により、新バビロニア帝国が活況を呈した時期があった。それは彼の息子、ネブカドネザルの知性を通じて続いた。古い王朝の主要都市のほぼすべてにおける寺院と、ジックラトが修復あるいは再建された。一方、首都バビロンも拡張された。 ガワ冒頭やりを備えた城塞からなる二重の城壁で囲われた。ネブカドネザール二世の名前はナボポラッサルに関する記録の中で初めて登場するが、それによれば彼はマルドゥク神の神殿修復の労働者であった。1921年にイラクのバグダッドで発見されたシリンダーはナボポラッサルに関するものとされる。その中で彼は とても敬虔な人物として描かれており、神殿とその儀式の完全な詳細を復元させたとしている。また、彼はその功績をシャズ神に返している。碑文には、ナボポラッサルのいくつかの軍事征服や戦果と、マルドゥク神や他の神への彼の寄進について記されている。ありがとうございます。